はい、録画開始。あ、ちょっと待って。はい、こんにちは、くんです。さて、マイクラジオ第2回。まあまあ、ラジオ動画はいっぱいね、やってるんですけど、マイクラのね、ちょっと場所を紹介しながら、ラジオするのが第2回目になります。ということでね、今日の話題なんですけど、今日のお品書きはですね、これちなみに配信しながらやってるので、まあ、配信のね、ちょっとコメントで出た話題を拾いながらするかもしれませんが、一応動画向けにのテンションで一応今ね、お話をしてますので、動画を見てる方もご安心ください。ということで、今日のお品書きはですね、まず第1コマが TGS のすっからかん具合と、これから YouTuber はどうなるかの話。で、パート2が、TGS、まだ同じく TGS の話題が今日中心なんですけど、プレイステーションのね、あのバーチャルリアリティの、プロジェクトモーフィアスだっけ、なんだっけ、まあ、そういったあのヘッドマウントで 3D で、まあ、遊べるゲームが遊べるようになるっていう風な、その2点について基本的に話していこうかなと思います。はい、まず1点目なんだけどね、まず TGS のすっからかん具合ってのは何の話かっていうと、まあ、いろんなね、まあ、YouTuber の方が何人か動画上げてるのに知ってるかもしれませんけど、どうもね、ちなみにこれドワーフの街みたいな話、面白いでしょ、ちょっと話が飛ぶけど、ね、地下帝国です。はい、ちょっと TGS のスカラカン具合の話に戻りましょう。 TGS のねスカラカン具合っていうのがね、まあ本当にスカラカンだったのかわかんないけど、まあ、YouTuber のブースってのがあったんだよね。 YouTuber ブースってのがあって、まあ、本人もいなくて、なんかタブレット置いてるだけかもしれないけど、そう、全然人がいないっていう、そういう写真がまあツイッターとか、まあ、まとめとかでも取り上げられてて、まあ閑散としてたんですよ。まあでもね、思うんだけど、まあ、TGS って東京ゲームショウね、さっきから言ってるけど、東京ゲームショウにね、行くような人間がね、もうそもそもヒカキンさんとかを見るかって、多分答えは、まあ、ノーなんじゃないかなとも思うんだよね。でも、とはいつも、まあ、ヒカキンさんやらね、マックス村井さんやらがね、セイキンさんが来てるね、イベントコーナーには、まあ、子供たちがいっぱいいたらしいです。私行ってないんでわからないんですけど、ちょっと報告をもらって、行った方から教えてもらって、やっぱヒカキン、セイキンゾーンは、まあ、子供たちがすごいいっぱいいたっていう、話を聞きました。まあ、そうだろうね。まあ、YouTuber って結局はその本人が好きだからね、その人の動画自体っていうよりも、その本人に価値があるからさ、これ、牢獄かな、これ、違う。年齢層とそのイベントの力の入れ具合だから、まあそんなにこうすっからかんといってオワコンかって、残念ながらねオワコンじゃないのかなと思います。あ、オワコンっていうね、すごく上手に言ってる。オワコンっていうのね、俺嫌いでね、終わったコンテンツじゃなくてですね、あれなんですよ、終わってほしいコンテンツのことをオワコンって言うんですよ、本当は。でね、オワコンって言ったりするけど、それはオワコンにならないんですよ。なぜ YouTuber とかヒカキンがオワコンにならない、残念なことに、ね、俺も別にオワコンになってほしくないわけじゃない、ファンでもないし、別にオワコンになって別にいいんじゃねとも思うけど、残念ながらオワコンにはならないんですね。これはなんでかっていうと、じゃあ何言ってんの、 YouTube とか明日なくなるかもしれねえだろうとか、いや、それはなくなりますよ、いつかは。いつかはなくなるし、サービスとして限界が来るときっていうのは多分来ると思うんですけど、こういう風に素人が動画作ってそれで金をもらうシステムっていうのは、これからもね、息づいてくると思うんですね。もうそれが当たり前になってきてるんだよね。お金もらえるのは当たり前。なんか皆さん周りでもそう思いません？なんかピコとかいうゲーム実況のサイトができたりさ、マイクラの人とかよく知ってるでしょ。ピコとかいうゲーム実況ができたりとか、他のさ、ウェブサイトとかでもニコニコでもお金もらえるんで、ゲーム実況やって。もらってないに見えるでしょ、あれもらってるから。ちゃんとクリエイター奨励プログラムってやつがあります。まあ、そんな感じでね、お金もらうのが当たり前になって、なんとですね、配信でもね、お金がもらえるんですよ。配信でもお金がもらえる。痛い。はい。なので、そういう風なのが起こると何が起こるかっていうとですね、競争が起こるんですね。例えば、まあ、もしあなたがね、動画サイト、YouTuber をオワコンにさせたいってね、YouTube を終わらせたいってなったら、どうすればいいかっていうと、まあ、YouTube に代わる何かを作ればいいんだよね。YouTube に代わる何か。飽きるだけだったら、それ YouTuber 終わんないと思う。
YouTube より優れたものができたら飽きちゃうんだよ。そういうのを作ったりするとなると、まあゲーム実況者になんなら引き込まなきゃいけないんだよね。今ゲーム実況見たい人、こっちにさ、ゲーム実況とかヒカキン見たい人、こっちに呼び寄せるにはどうするかっていうと、1再生3円もらえるサイト作ればいい。そしたらみんな来るよ。YouTube では1再生 0.1 円ですけど、うちは広告ちょっと率良くて、1再生3円でやってるんです。だから、うちでやってくれませんかっていう風に言うと、あ、やってもいいかなって思う YouTube の人も出てくるんだよ。ニコニコの人もね。あ、こっちでやってもいいかもって。こっちの方が利率いいんだ。それは資本主義なんですね。競争の原理が働くわけなんですよ。ちゃんとですね、オワコンになるには、ね、そうです。対案となる何かが出てくるんですよ。急にね、いつの間にかね、わあ、来たってみんな一気になるわけじゃないんですよ。何かしら理由があってオワコンになるんです。だからね、YouTube はなくなるかもしれないけど、YouTuber はなくならないのかなっていうのが、まあ私の考えだね。YouTuber はなくならない。意味としては、ヒカキンさんとかセイキンさんとかね、まあ、みんなが亡くなってオワコンになってほしいと思う人たち、まあ、お金になってほしくない人もいるかもしれないけど、オワコンになってほしいと思うね、嫌いな YouTuber、マスオ TV とかいるかもしれない。でも残念ながらオワコンにはならないんですよ。その人たちは非難するだけ。くら替えするだけなんですよね。どっちかっていうと、頑張らなきゃいけないのは YouTube の方。YouTube 自身はオワコンになる危険性はすごくあると思う。でも YouTuber はないね。移住すれば終わり。ヒカキンさんが唐突にさ、もう YouTube もうダメなんで、もうこれからニコニコでやりますわ。あ、大丈夫です。OK。YouTube にニコニコでも稼げる。再生数いかないと思ってるかもしれないけど、ヒカキンキッズが大量にニコニコに流入してくる。どういう風に流入してくるかっていうと、ヒカキンさんは LINE や Twitter で、SNS でね、キッズたちにフォローさせたりとか、キッズたちにそっちを購読させたりしてるから、誘導がすごい容易。まあ、YouTube で誘導すればいいからね。これから YouTuber やめることにしました。ニコニコ動画で活動するぞって言ったらさ、まあそっちに流れるだけなんで、ね。ファンとしては別にヒカキンさん見たいから、別に YouTube じゃなくても、まあ YouTube じゃなくなったら俺はもう見ないぜ。もう YouTube じゃないヒカキンさんいらないっていう人もいるかもしれないけど、まあでもそれでもね、頑張ってニコニコ見るファンがほとんどだと思うよ。なので、なくならないんです。残念なことに。多分。まあ、多少収益が下がることはあるかもしれないけど、それでも下がらないだろうね。YouTuber の今の状況ってのは、これはなんかもう、俺は、こういう流れはしばらく続くと思うよ。向こう10年くらいは。最低でも。5年先はね、どういう未来になってるかわからないっていうふうにね、堀江貴文さん、堀江門もね、よく言いますけど、まあ、それにしても、なくならないだろうなっていうふうに、私は思ってます。まあ、普通、なくなってほしくないってわけじゃなくてね、普通に考えたらなくならないだろうな。YouTube はなくなるかもしれない。だから、私の考えるこれからのね、YouTuber ってのはなくならないです。まあ、悔しがったり、安心したりしてみてください。コメントを読むとですね、まあ、YouTuber を潰したいんだったら、YouTuber を潰したいならその上を作るしかない。俺はね、あれなんですよ。あれに期待ってか、ちょっと怖かったのが、エレキテル連合がすげえ怖かった。あ、こういうなんかプロの機材とか使える連中で、まあ、出てきたら、宣伝とかで金かけれる連中が出てきたら、もう、やばいんじゃないか。クオリティも高いもの作れるだろうし、まあ、金かけれるってことはクオリティ高いもの作れるだろうし、まあ、プロの芸人だし、それ相応のものが作れるんじゃないかって思ってて、チャンネル登録者数も伸びたが、今なんと、この前調べたんですが、エレキテル連合さんマイナス成長ですね。日々チャンネル登録者数が減少する毎日が続いてます。すごいよね。動画上げてんのにチャンネル解除数が爆増してる。しかも、10や20じゃない。100、200単位で減少してる。みんな多分、チャンネル登録、YouTube のその宣伝で登録したんだろうね。あ、エレキテル連合、芸人がやってんだ。ふーん、登録。あ、つまんな。あ、察し。みたいな感じで、多分みんなチャンネル解除してる人が、毎日100人、200人といる。恐怖だよね、もはや。強行ですよ。もはや。
あの世界恐慌みたいな感じだよね。残念なことにテレビがだからネットに介入するっていうのはね、まだテレビには無理なんだろうな。今のテレビにはそんなことはできないのかなと思ってます。だからね、私はね毎日チャンネル動画投稿数5本上げてるんです。私焦ってます。そういうのが介入してくる前に1人でも2人でも多くのねファンや、まあ、視聴者、俺のこと嫌いな人とか、その嫌いな人とかさ、ずっと俺のこと見てくれるからさ、こいつ嫌いだと思って見てくれる人もいるし、俺は別にそのなんだろう、俺のこと叩いたりする人もアンチがとかいうふうな言ったり、アンチに負けねえぜとかさ、あのなんとかビーボーイみたいなことね、あれ寒いと思うし、そういう楽しみ方もあると思うんだよ。確かになんかなんだこいつみたいな、なんで俺の動画見てんだろうみたいなコメントを残す人もいるけど、そういう楽しみ方だと思うんだよね。こうアンチ的なことをする楽しみ、こいつはこのしょうもねえやつだみたいなことを言うのもまあ気持ちもわかるよ。そうやってやってるとなんかこうなんか評価してるみたいで面白いしさ、こうなんか車に構えた感じで楽しむのが楽しいって感じたりするのもね、よくわかる、よくわかるから、俺はそういう楽しみ方をぜひしてほしいと思う。俺の動画を見ながらね、なんかあんまりねアンチがとかいうの好きじゃないんだよね。だからアンチって言葉を使わないようにしてるんだ。アンチがどうだとかさ、いやなんか理由があるから、まあ、アンチ的なことを言ってるだけであって、実際アンチではないから。この話ねラジオの前にしたのでね、まあ、ちょっと割愛、もうそんなに深くは話さないです。はい、ってことでね、何分経ったんだこれ。ちょっと右上にちょ時間を表示するの忘れてたんで、何分ぐらい話したかね、全く覚え、うわ綺麗だなこれ、城めっちゃ綺麗じゃないか、あれやばいな。ちょっと欠けてる。見に行こう。うわーいいっすねーこれ、綺麗だなー城、本当に綺麗だなーこれ、めちゃくちゃいいね、綺麗、景色すごいなーね。ちなみにこれ地下水路がついてます、こっちの。これねすごいなーこれ。いやこの角度であんま見たことなかったな、俺今までしばらく見続けてたけど、この角度はなかったな。はい、ということで、2点目、お題の1点目はおしまいでね、もしお題の1点目何かあったら、コメントしてください。ぜひ読ませてもらいます。で、場合によってはね、返信動画どうしようか迷ってんだよね。Twitter の方でね、くんに質問っていうのに、タグをつけてもらう、俺のね、タイムラインを見てもらえば分かるんだけど、くんさんに質問みたいなタグをつけると、私がね、パクリじゃないですよ。PDR さんの質問コーナーじゃないですか。それと似たようなね、ことをやろうかなと思ってますんで、ぜひそちらの方でね、質問していただけたりすると、拾いやすいかもしれません。はい。じゃあ、ネクスト。次はですね、PS の、まあ、モーフィアスだっけ。バーチャルリアリティ、ヘッドマウントディスプレイつけて、例えば俺が顔で右向いたらこっち見る、左向いたらこっち見るみたいな。俺ね、流行んないんじゃないかなと俺は思ってる。そんな流行んないんじゃないかなと俺思う。なんでかっていうと、まあ、一部には新しい市場になるし、面白い試みってのいっぱいできて、ワクワクするかもしれないけど、流行んないと思うよ。まあ、思い出してほしいんだけど、キネクトとか、なんか PS4 のさ、こうなんか、なんだろう、こう、Wii のさ、Wii の棒みたいなのさ、フル PS3 のやつだっけ、4のやつだっけ、なんかあったけど、流行りました。なんかあの時も、技術的革新だとか、これでなんか、すごいことができる、ゲーム以外にも、みたいなさ、キネクトの時も同じこと俺聞いたわ。全く同じこと聞いた。ゲーム以外の業界からも、みたいな。なんでね、なんでかしら俺は悲しいんだけど、ゲーム業界だとか、その e スポーツとかの人は、なぜかね、なんかほんとなんかオタクのコンプレックスみたいに見苦しいんだけど、なんでゲーム業界以外がプッシュ来たことをそんなにこう、なんかすごいことだみたいに思ったり言ったりするのかなっていう。なんか e スポーツっていうね、まあ、プロゲーマーとか言ったりするのもね、スポーツと一緒なんだっていう風に言ってるけどさ、いやいやいや違うだろ、スポーツじゃないんだろ、さすがにスポーツじゃないよ。それ似た部分もあるけど、
プロゲーマー、 e スポーツは e スポーツで、それはそれでいいじゃん。なんでコンプレックスにしか見えない、オタクの気持ち悪い、それはもう、それはコンプレックスですよ。確かにね、そのゲーム以外に活用できるってのはいいけど、そこまで大々的にプッシュすることじゃないと思う。ゲームだったんだ、ゲームに特化してやればいいじゃんって。そんなさ、例えば Wii でさ、ダイエットのやつ欲しいか、みんな。Wii はゲームが欲しいだろ。Wii のさ、ゲームが欲しいじゃん。みんなダイエットとかさ、なんかさ、DS でさ、脳トレとかさ、いや、それそういうの喜ぶ層もいるかもしんないけどさ、俺らは喜ばないよ。我々のこの動画を見ててさ、マイクラのこのラジオここまで見てる層は喜ぶ人でもいるかもしんないけど、それはゲームなんだから、ゲーム作ってほしいじゃん。欲しいよ。なんで脳トレなんかやるんだ。もう、Nintendo DS とかそういうのばっかりじゃん、なんか。大体最近はね、モンハンとかもあるけどさ。だから、どうってなんだろうなーってのは、ね、非常にね、私はね、疑問というかね、悲しく思ってます。まあ、流行んないだろう。その流行んないって言ったのは、みんなね、そこまで求めてないんじゃないかなって。画質とかと一緒だよ。みんなモンストとかパズドラとかするけどさ、例えばめちゃくちゃ画質のいいモンストできたところで、PS4 でモンスト HD バージョンリリースみたいなのでさ、めちゃくちゃ 3D でさ、クソかっこいいエフェクト付きのモンストとかさ、やりたい？やりたくなくない？もう、スマホでやるからいい、手軽にやれるからいいんだよ。次、影が迫ってきてる。あ、え？影どうなってこれ？影おかしないな、これ。おかしない？これ。これおかしいぞ、これ。この影。この影おかしいね。はい。なんだっけ、何の話なんだっけ、おかしいとか言ってたら忘れちゃった。下なんだこれ、なんだこれ、変な地下通路。ちょ、降りていってみましょう。わざわざね、そのヘッドマウントディスプレイをつけてね、さてやるぞよいしょっていう風にね、するのって結構大変なんだよね。なんだろう、やそれを情報を聞いた時はなんか、お、すごいものができるんだってなってワクワク感とかあるけど、まあ、だんだんみんなね、多分そういうのって普通のコントローラーでもできる。PSVN 専用ソフトとかじゃなくて、普通のコントローラーで3次元でもできるんだよ、そういうのって。だったらそっちの方が操作しやすいし、そっちでやろうみたいになるのは目に見えてるよ。だってそうでしょ、みんな FPS をさ、 PS3 でやるときさ、なんかこう Wii のパクリみたいな棒で振ってやる人いる？いないよ、周りには。少なくとも流行ってはないでしょ。俺は同じ流れになるんじゃないかなと思って、俺は悲観的だね。モーフィアスだっけ、あれはなんかゲーム業界の革新みたいな感じだけど、まあ、毎回革新って言ってるからね。日本でね、 PC ゲーが流行ってないのと同じですよ。 PC ゲーって日本で流行ってないんですよね。なんでかっていうとね、手間かかるし高いんですよ。金もかかる、設備投資もかかれば手間もかかるし、まあ、インストールだのなんだの。PS4 とかさ、こうソフト入れて終わりじゃん。それはそっちに流れますよ。みんなそんなね、重労働してまでね、ゲームしたいと思わない。みんな手軽さを求めてるからモンストパズドラが流行ってる。みんなそこまでコアなゲーマーってのは、まあ、あんまりいないのかもしれないね、そこまで、日本で。まあ、なんで日本が、モンストとかばかりになってしまったのかってね、パズドラとかさ、なんか、おいおい、日本のゲームはどこに行った？ゲーム先進国じゃなかったのか？もうないっすね。ゲーム先進国じゃないんじゃないかなと思う。マインクラフトもこれもだって日本のゲームじゃないでしょ。ただね、一つ期待しててね、俺やろうと思ってるのはね、なんとドラクエがマイクラのパクリをしたらしい。うん、いいね。海外のそういうのパクリをするといいと思います。ということでね、ドラクエのパクリはやろう。ドラクエのマイクラのパクリのやつはやろうと思います。TGS でどうやらやっていて、聞いてみた、TGS に行った人に聞いたんだけど、それは面白かった。いや、なんか聞いただけでね、あ、これは航空収益の匂いがすると思ってね、やろうと思いますんで、ぜひそっちも、期待しててください。ということでね、今日のお題は、こんなところかなと思います。ということで、マイクラジオ第2回、ラジオとしては第何回か忘れたけど、こんなもんで終わらせてもらいます。はい、バイバーイ。